フラワー級コルベット。フラワー級コルベットは、イギリス海軍が建造したコルベットの艦級。計画当初は、対戦捕鯨船と称されていたが、後に、コルベットとして扱われるようになった。なお、艦名は、ほとんどが花にちなんだものであることからこの名がある。第二次世界大戦中、イギリスとカナダで多数が建造されたことから、イギリス海軍以外にもカナダ海軍や、 アメリカ海軍など他の連合国でも使用されており、米海軍で運用されたものについては、テンプトレスキュー・コルベットと呼称されている。1935年のドイツ再軍備宣言等を受けて、1930年代末の時点で国際情勢はすでに次なる大戦に向けて動き始めていた。戦争が勃発した場合、外洋域での護衛艦も去ることながら、 極地防衛用の沿岸警備官邸が重要となると予想されたことから、1939年1月、第一海軍協は対戦艦として運用可能な艦船に関する予備研究を指示した。この際には、トロール船や捕鯨船、総海底回収型、沿岸スループの急増対応型、そして半途急駆逐艦が対象とされた。 沿岸スループや半途急駆逐艦のような在来型の軍艦は建造できる造船所が限られる上に手機として採用されていたギヤードタービンやディーゼルエンジンは戦時には不足することが予測された。これに対しトロール船や捕鯨船のレシプロ蒸気機関であれば比較的容易に調達できる上にこれらの船は比較的少ない要因で運用できた。2月8日 グドール造刊局長は、のエドワード・リード技師を訪ねた。リード技師はすでに海軍向けの紹介トローラーの設計を手掛けており、より新しく高速のトロール船である、インペリアリと紹介した。しかしグドール造刊局長は、むしろリード技師が最近設計した、捕鯨船、サザンプライド、および、ソンドラ、FV、ソンドラに興味を示した。 トロール船の速力が11ノット程度であるのに、対して捕鯨船は15ノットを発揮でき、これは洋平面で大きな意義があるものと考えられた。リード技師はこれらの捕鯨船をもとに紹介トローラーの技術を導入した間であれば、建造期間6ヶ月で3週間ごとに竣工できるとの見通しを示した。これを受けて3月20日は1940年度計画にこの 対戦捕鯨船の建造を盛り込むことを提案した。性能面では、1938年度計画で建造されていたギルモット援ガンスループの方が優れていたことから、対戦捕鯨船の設計と並行して、増館局長はギルモット級をもとに戦時急増に対応した派生の検討も行わせていたが、やはり量産性がネックとなり、こちらは実現しなかった。 すでに戦争の脅威は窮迫しているものと判断されており、帝国防衛委員会は1年以内に履行可能な計画を求めいた。このため、1939年7月に着手された戦時緊急計画に盛り込まれた紹戒官邸10隻はいずれも対戦捕外戦とされた。これによって建造されたのが本級である。上記の経緯より基本設計は サザンプライドをベースとしているが、艦砲を搭載するため、選手楼は延長された。また対戦戦の際の機動性を重視して、火事とその周囲の構造も変更された。船体は、商船構造とされており、木材も多用された。小型で、全長も短いため、重心が不安定で、復元性能に問題があり、居住性は劣悪であった。このため、 1940年11月1日、第三回軍協は、リード技師に対して、改め型の設計を要請した。この改め型は、選首楼の延長などにより、若干大型化し、メタセントリック構を抑えて、ローリング抑制を図ったもので、1941年、中盤より建造に入った。量産性を重視して、手機としては、直立型4気筒3段。 膨張式レシプロ蒸気機関が搭載された。これは、スミスドック社が第二次大戦の開戦直前に大型捕鯨船用として製作した機関の回転数とシリンダーを増して出力を増大したものであった。主ボイラーとしては、原型では片面焚き火の円管、改め型ではアドミラルティ式三動型水管管が採用されており、蒸気圧力はいずれもであった。 戦時急増に対応するため、一軸推進とされており、主機関は機械室の中心線上に、主ボイラーはその前後の艦室に一艦ずつ収容されている。当初設計では、艦砲として、艦橋直前の砲座に45口径 10.2cm 単装砲、お一機、対空兵器として、後部上部構造物工方に39口径 40mm 単装機銃。 日本ドポンポン砲 MK8 を搭載することとされていた。しかし対戦中に様々な回収が行われており、装備は非常に多彩となっている。艦砲としては40口径7.6センチメートル広角砲を装備した艦や、これで4インチ砲を代替した艦もある。また、広角機銃としては40ミリメートル単装機銃に、 加えて70口径 20mm 基準2から4門を搭載するのが一般的であったが 40mm 単装基準を搭載せずに 20mm 基準3から6門とした艦もある。またアメリカ海軍での運用艦においてはまず4インチ砲、高機関ではさらに2ポンド砲も50口径 76mm 単装砲に換装されている。対戦兵器としては 完備に、爆雷投下機場2乗を、後部上部構造物の両舷側に、MK、通過多元用爆雷投射機、警報を1機ずつ備えており、爆雷の搭載数は40発であった。また後には、搭載数を72発に増備するとともに、ヘッジホック対戦迫撃砲も後日装備した。単身技、アズリックとしては、当初計画では紹介。 トローラーと同じ123型を搭載する予定であったが、実際には駆逐艦と同じ128型に変更されたカナダでの建造艦は123型。また、レーダーとしては271型を搭載した。発注は1939年より開始され、1940年から1944年に至るまでイギリスで140隻。 カナダで123隻が建造され、また、フランスでも自由フランス海軍向けの6隻が建造された。上記の経緯の通り、本来は沿岸部、近海域での活動を主とする局地防衛用の艦であったが、戦局の休迫を受けて、戦乱護衛にも広く投入された。最終的に31隻の被害に対し、42隻の 数軸軍潜水艦を沈める戦果を残した。ただしやはり本質的に極地防衛艦であり、艦型の小ささと速力の遅さ、航続距離の短さによる外洋行動能力の低さが健在しており、本級の設計思想を踏まえて大型のリバー級フリゲートへと移行し、最終的にはアメリカのタコマ級フリゲートに引き継がれた。戦時急増であったため、 第二次大戦の終結後、イギリス海軍においては、数年のうちに運用を終了したが、多数が海外へ輸出されて、再収益した。また、元来が捕鯨船をベースとしていたことから、イギリス海軍予備員、RNR など、商船出身の乗組員にも運用が容易であり、戦後には110隻が商用転用されて売却されており、日本で捕鯨船として用いられた艦もある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。